でなんかさ、みやちゃん稼いでるのになんでバイトするのって言われるんだけど、なんか別に稼いでるとか稼がないとか、なんかそういう問題じゃないんだよね。なんかね、やってたらわかる。君たちは常に学校とか仕事とかで、なんかちょっと外出たりとかね、してるから、ちょっとわからないと思うんだ、私の気持ち。私の気持ちは分からないと思うんだよね。マジで。あのね、お金じゃない。なんかね、なんか、1年間別のことをしてると、なんかね、人じゃなくなってくる気がするの。なんか。人じゃなくなってくる気がするんだよね。で、なんかイラストレーターとか、そういうなんか動画とか、なんかそういうクリエイター、まあクリエイターだけど、私も一応区分的には多分。なんだろうね、キャバクラ感あるじゃん、やっぱりこれ。から、こうなんか、自分が作った作品に対しての対価でもらうとか、そういうのじゃないじゃん。なんか、どれだけファンの人が満足したかによってお金が バンって投げられるか投げられないかじゃん。だからなんか違うんだよ、なんか 全然違うんだよ、なんか。だから外に行かない営業をしないキャバクラ から本当にもうキャバクラよりもう仮想底辺 だから、なんかね、不安になるんですよ。人じゃなくなってしまうことに。なんでバイトをするかって、友達と、いや、私にもね、リアルで生きてる友達がいるから、バイトやら、フリーターやらしてる。まあ、とある子は、すごいでっかい会社に就いたりとか、とある子はフリーターずっとしてたりとか、してるからわかるんだけど、話がね、合わないんだよね、すごい。仕事の話はもちろんのこと、なんか感覚までが違う。金銭感覚もそうだし、なんか、思いやりとか、なんか、助け合うとか、なんかそう、気持ちがなくなってくるんだよね、なんか。で、私も一緒にお仕事する人とか、いろいろやり取りする人とか、マネージャーとかいるけど、なんか、なんだろうね、なんか思いやりの気持ちがなくなってくる。なんか 一緒に仕事をしてる人たちに対しても、できない方が悪いみたいな、すごいなんか思いやりの気持ちがなくなってくるんだよね。なんか、これ私がこうやって家にずっといるから気持ちがなくなってきてるのかなみたいな、外に出れば解決するのではみたいな、こうね、なんか外に出て働こうとしようと思うんだけど、まず受からない